どうも、りょうまです。今回はですね、こちらのいけない謎解きをやっていこうと思います。もうね、ちょっとこのタイトルとね、この表紙っていうのかな、この感じに惹かれてね、ちょっとやってみたくなってね、ちょっとこちらのゲームをねやっていこうと思います。じゃあ早速スタート。これどういう感じ、いけないプールだって。どんなプールなの。女子大生の葵はサークル仲間ともにサマープールにやってきた。ところが葵に大変なハプニングが発生。それはどこを見ればわかる？もうこれあれじゃん。偉いものが飛んでっちゃってるじゃん。これ水着を立つればいいのかな？え、これ合ってるよね？え、どういうこと？あ、これここを立ちしろってこと？そういうことか。あ、来た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 。何かの拍子でビキニがずれてしまったのだ。慌てて腕で隠したが、ダイナマイトメロンが収まりきらない。表現の仕方がすごいな。周りで見ていたサークル仲間が葵の事態に気づいた。葵ちゃん、今助ける。葵の気になる存在、ヒロシが彼女のビキニを回収してくれた。ビキニはどこにあった？あ、これさっき立ち説か。これめっちゃ簡単だな。これでも、憧れの人に回収してもらうっていうのもなかなかあれだね。ビキニは少し離れた位置に流されていた。ヒロシが葵にビキニを渡そうと近づいてきた。ヒロシくん、あっち向いててほしい。おヒロシからビキニを手渡され、葵は無事にメロンを格納することができた。これメロンって言い方が笑っちゃうな。葵ちゃん、すごい勢いだったもんね。怪我はない？ヒロシが気遣ってくれた。葵のビキニが外れてしまった原因は何だったのだろうか。あ、なるほどね。そもそもなんで取れちゃったかっていう話だけど、ん？これ結構難しいな。どういうこと？取れちゃった原因って、これ、あれかな？ウォータースライダーで滑ってきて取れちゃったとか、そういうこと？わー、来た来た来た。ウォータースライダーに乗ったためだ。でもスライダーに乗っただけでこんなことになるのかな？青やビキニが取れた時の状況を思い浮かべた。確かにこれ乗っただけで取れるもんなの？そういえば、スライダーに乗る前に誰かにぶつかった気がするな。葵のビキニが外れたことの犯人は誰だろうか。なんかこのさ、笑ってる人怪しくない？なんかこの人犯人の気がするけど。正解？おお、やっぱりそうだ。なんか怪しいもんね。なんかこれ、このアプリすごいあれだな。読み込みが遅いな。あの時なんかニヤニヤしてこっちを見てて少年たちがいた気が。あ、そういえばぶつかったこと同じだ。きっとあの子が私のビキニに何かをしたに違いない。葵は周囲を見渡し、例の少年が他の女性にいたずらしているところを見つけた。こら、君たち許さないんだからね。少年らは自らの非を認め、二度といたずらをしないことを誓ったのだった。そういうことだったんだ。ステージに行けない雨だって。高校からの帰り道、アキラはゲリラ豪雨に遭っていた。その道中、家の前でびしょ濡れで座っている同級生の男子の楓を発見した。楓、何してんの？びしょ濡れじゃん。声をかける返事がない。というか、これが邪魔で顔がよく見えない。これが？あ、どういうこと？これがってなんだ？ん？待って待って、どういうこと？え、なんか奥でしかも見てる人がいるんだけど。これ壁ってことかな？これが邪魔で見えないってこと？あ、そういうことね。楓はうつむいたままで前髪のせいで顔が見えない。あ、壁じゃなくて前髪か。アキラは楓の顎を無理やり掴んで顔が見えるようにした。すると確かに楓だったが、いつもと違う気がした。なんでだろう。なんか可愛い？いかんいかん。何を言ってるんだ俺は。直接アキラはある箇所を見て仰天した。楓ってもしかしてそっち系？アキラは何を見たのだろうか。あ、お顔がちゃんと見えるようになってる。そっち系ってどっち系？何これ？何のことだか全然わかんないんだけど。これなんだろう？足のこのなんかタイツみたいのが、何系ってこと？違うわ。全く問題文の意味がわかんないんだけど。これリュック関係ないよね、別に。しかもなんか、すごいこのアプリ反応が悪い。タッチしてんのに。あ、来た来た来た。不正解だ。そっち系の意味が本当にわかんないんだけど、どういうこと？でもこれ、これ下着がなんちゃらとかそういう話？ああ、そういうか、そっち系ってどういうことでも。楓の制服が濡れて透けて見えていたのは、いや、楓、明は、楓のことを改めて、これなんて読むんだ？なんとかして観察した。というか、どう見ても女子だよな。楓はアキラの問いには答えず、またうつむいてしまった。教察の名字を見ると、ここは楓のってあるんだけど、これさ、
スクロールしてもさ、下に行けないんだけど、これ。ああ、やっとスクロールできるようになった。ここは書いてある自宅前のようだった。一体どういうことだろう。え、確かに自宅前でなんで？そもそも楓が女の子なはずない。楓はこれを着て学校に行っている。あ、この子女の子じゃないの？え、どういうこと？え、これを着てってどういうことだ？これを着てのこれって何？どういうこと？これかな？なんか難しい。なんでこれ、なんで正解なの？楓はいつも男子用のスラックスを履いている。だがここで、アキラは冷静になった。もしかして男だと思っていただけで、実は女だった？楓ってもしかして男じゃなくて、うん、女だよ。楓は意を決したように呟いた。なんでこれ、男の人を演じてたの？なぜ楓は男のふりをしていたのだろう。そしてなぜ楓は自宅の前でびしょ濡れになっていたのだろう。その理由はここにあった。これなんか奥から見てる人絶対怪しいよね。これ何なのこの人は。家の中には痩せれた表情の女性の姿が見えた。これ女性だったんだ。あの人は家族か？なんで入れてくれないんだ？語られた真実はアキラの想像を超えたものだった。2階にいる楓のお姉さんは数年前男に襲われて精神を病んでしまったのだという。だからインターホンを押してもドアを開けてくれないのだ。楓の母親は姉と同じ思いをさせまいと高校入学のタイミングで楓を男の子として扱うようになったらしい。アキラは楓の力になってあげたい、そう思うのだった。なるほどね。そういう理由があったのか。ステージ3行けない保育園だって。どういうこと？ここはとある保育園。教室の中で突如甲高い悲鳴が響き渡った。悲鳴あげたのは誰だろう？あ、これ明らかにこれ先生じゃん。でもなんで悲鳴あげてんのこれ。これ絶対先生だよね。お、正解。この中で悲鳴あげた。表情しているのは先生ただ一人だ。彼女はこのクラスの保育士のカナ。日々園児たちと格闘しており、悲鳴あげることも珍しくない。だって、なんで悲鳴あげてんのこれ。カナが悲鳴あげた原因は何だったのだろうか。原因をあれだよね。探して、あ、これ分かった。そういうことか。スケベだな、この男の子。揉んでるよ、この子。何？こんなに早くからそんなのに興味があるのこの子。見てわかるように、男子園児の太一くんが胸を揉んできたのである。これは可愛らしいハプニングではない。太一くんのむっつり顔からわかるように、彼は確信犯のマセガキなのだ。だって。このくらいの年の子って絶対そういうの興味ないよね。やばくないこの子。カナは太一くんのセクハラを警戒していたが、チャンスを与えることになってしまった。だがそれも太一くんの作戦であった。太一くんはどのようにしてカナに接触する機会を与えたのだろう。だって、すげえな、この子。でもなんかそういうあれがあるってことだけど、これなんだろう。お熱測ろうとしてたってことかな。ああ、やっぱり。太一くんは熱っぽいと訴えてカナに体温を測ってもらおうとしたのだ。ママと引っかかったカナは太一くんにセクハラされる結果となってしまった。だって。すげえ子だな。太一くんのマセガキっぷりは園内でも有名であった。だが彼を誰も強く注意できないのに理由がある。それは何だろうか。理由？これさ、さっきからさ、ずっと右上のさ、VIP が気になってたんだよね。なんかこれ多分理由っぽくない？あ、やっぱり。クラスの札は VIP となっている。ここは政府の容認や大企業社長などの子息が通うクラスだったのだ。VIP クラスの子供たちはとても丁重に扱われなければならないため、このようなマセガキが誕生するのであった。だって、ああ、そういうことだったんだ。ステージ4、いけない出産ってどういうこと？とある病院の一室、ボブ先生の施術が終わり、おめでたいムードに包まれていた。おめでたい理由はどれだろうか？これあれだよね。赤ちゃん生まれたってことだよね。ああ、正解。無事に健康な赤ちゃんが生まれてきたのだ。母親になった家は赤ちゃんを抱いてその嬉しさを実感している。これでもさ、全然いけない要素ない気がするけどね。全然普通の幸せそうな感じだけど。しかしこの中で一人だけ喜んでいない人物がいる。それは誰だろう。これ右上の人さ、なんか、喜んでない気がするよね。でもなんで？なんで喜んでないのこの人。ゆいの夫、しげるだ。母子ともに無事に出産を終えたというので、その表情は困惑に満ちているだって。しかもこれ、夫なのになんで喜んでないの？どういうこと？しげるが困惑している理由はどこにあるだろうか？
困惑している理由？え？どういうこと？なんで困惑してんの？え？待って、これもしかして。これ赤ちゃん？もしかして。え、やっぱりそういうこと、これ。赤ちゃんは黒い肌をしている。まるで日本人と黒人のハーフのようだ。実は赤ちゃんの本当の父親はこの中にいる。それは誰だろうか。これさ、そういうことだよね。夫でもない人がってことだよね。あ、やっぱりそうだ。この中で唯一黒人であるボブ先生だ。担当の医師が妻の浮気相手だなんて、シゲルは夢にも思わなかった。シゲルは後でこっそり本当に自分の赤ちゃんなのか、ボブ先生に検査を依頼した。検査の結果は 99.9% シゲルの子供だと告げられ、シゲルは自分の子として育てることを決心したのだった。だって。これ検査の結果も絶対なんかあれだよね。いじられているよね。ステージ5、いけないキャバクラだって。じゃあここで最後にしようかな。あるキャバクラにて珍しい女王が人気を博していた。その珍しい女王とはどの人物のことだろうか。ああ、もう絶対この人じゃん。てかこれさ、子供じゃないこの子。これいいのこんなとこで働いてて。これさ、答えてたんだけど、なんか紙吹雪みたいなやつが消えないんだけど。読みにくいな、これ。まさかの幼児キャバ嬢。おわー、やっと消えた、ミサちゃん。お母さんが、女王が店に連れてきたところ、たちまち人気となってしまったのだ。この店舗はミサちゃんのために休日の昼間から営業している、だって。ミサちゃんは他の女王と比べてお会計が安上がりになる。それはなぜだろう。これはあれか。なんかあれかな、お酒とかがさ、飲めない。待って、これさ、閉じれ、あ、いや、来た来た来た。あ、なんか違うとこ立ちちゃったよ。これあれだよね、お酒が飲めないから、お会計が安くなる的な感じだよね。なんか急にゲームの音なくなっちゃったんだけど、しかも答え違うじゃん、これ。プレゼント用意したのはお人形さんである。これまた八つ上がりなプレゼントだが、ミサちゃんは喜びのようだ。おじさんは今まで高価なプレゼントあげたこと、あげていたことがバカらしくなった。実はこのミサちゃんもう一つ常識破りのことを成し遂げている。それはどこを見ればわかる？常識破り？え、これもしかしてこれがこのミルクってことかな？お酒じゃなくてってこと？あ、違うわ。なんか最後難しいなぁ。これ後ろのあれかなぁ。待機列ができるほど人気ってことかなぁ。あー、それも違うのか。これさぁ、もしかして女の人にも人気があるとかそういうことかなぁ。あ、やっぱり。ミサちゃん待機列に並んでいるのは女性客。なんとキャバ嬢に対して女性ファンがついたのだ。ミサちゃんとの会話に癒されるため連日多くの客が問い詰めるのであった。なるほどね。でもさ、こんだけさ、なんかのお子ちゃまで可愛い子だったらさ、女の人もあれだよね。絶対ファンとかね、つくよね。ということでね。じゃ、今回のこの、一見ない謎解きはここで終了にしようかな。これ結構面白かったな。ということで、ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。